悪いことはまだ始まったばかりだ。中国の銀行システムが崩壊。貯金が引き出せず、銀行が困難をもたらし、人々はお金を引き出せないことに無力を感じている。中国では銀行預金が突然引き出せなくなるという問題が頻発しており、多くの市民が抗議活動を行っています。今年6月には、江南省で多くの銀行利用者が地方政府の本部前に集まり、私たちのお金を返してほしいと懇願しました。この騒動は、根源金融組合が破綻したことで、市民が預金を引き出せなくなったことが発端です。この金融組合は、政府のウェブサイトにも掲載された国営の金融機関であったため、信頼されていました。しかし、こうした公的機関の崩壊によって、中国の金融機関に対する信頼が大きく揺らいでいます。ソーシャルメディアでの話題と経済低迷の影響。この預金引き出し問題は、中国のソーシャルメディアでも大きな話題となっています。経済低迷の影響で、多くの銀行が大口の引き出しを制限しており、特に高齢者が影響を受けています。3月末には湖南省の平安銀行でも、年金の引き出しが3ヶ月も滞っていることから、高齢者による抗議活動が行われました。彼らは銀行の経営陣に訴えましたが、対応が遅れ、最終的には銀行に直接集まって抗議せざるを得なかったのです。医療費の引き出し制限と市民の苦悩。また、平安銀行の抗議現場では、治療費が必要な高齢の男性が妻と共に地面に横たわる姿が目撃されました。この男性は癌を患っており、治療費のために全額を引き出そうとしたものの、銀行が遅延を続けたため、資金にアクセスできませんでした。その結果、健康状態が悪化し、命を救うための金銭を手に入れることができず、苦悩が続いています。地方銀行での抗議活動と違法な資金流用。4月には山東省の信用組合前でも市民が膝をついて抗議し、痛ましい叫び声が響きました。調査によると、一部の地方銀行が農村部の顧客から預金を集め、不正な資金調達に流用していたことが発覚しました。この結果、多くの顧客の預金が違法な資金とみなされ、当局によって没収されてしまいました。警察の関与と新たな引き出し手続き。吉林省の銀行では、新しい引き出し手続きが導入されました。中年の女性が300万円未満の引き出しを試みましたが、銀行職員から警察への申請が必要だと告げられました。これに対し、銀行は詐欺防止のためと説明しましたが、警察は一部の資金の凍結に関与しているに過ぎないとしています。預金者の不満と拡大する抗議活動。こうした預金引き出しに関する制限は珍しいことではなく、中国全土で頻繁に発生しており、一般市民の不満が高まっています。銀行から生活資金や医療費を引き出すことさえ難しくなっており、預金者たちは自らの体験をソーシャルメディアに投稿し、銀行に対して強盗だと抗議しています。家を購入するために預金を引き出そうとした女性も、銀行の不合理な規制のために目的を果たせませんでした。ここでは、中国国内で顧客が自分の預金を引き出すことが難しくなっている銀行の状況について事例を交えて説明します。ある匿名の顧客が ICBC 中国工商銀行での預金引き出しを試みた際、銀行側から不透明な対応を受けたことに不満を抱いたという話がありました。この顧客は、新しい家を購入するために資金を引き出そうとしましたが、銀行側は町内会の承認が必要という理由で手続きに協力的ではありませんでした。この顧客は、私が預けた時には理由を聞かなかったのに、引き出そうとすると細かい質問をされると憤りを感じ、手続きが進まないことに不満を爆発させました。また、中国農村商業銀行のいくつかの支店でも、
同様に預金の引き出しが難しくなっており、顧客が頻繁に支店を訪れるも引き出しができない事例が増えているとされています。ある農村商業銀行の顧客は数百元を預けていたものの、数ヶ月にわたり引き出すことができないと述べています。この問題に対し、多くの顧客が預金が蒸発するのではないかと懸念し、頻繁に支店でのトラブルが発生しています。さらに交通銀行や農業銀行を含む大手銀行も ATM のカードレス引き出しサービスをセキュリティの理由で制限すると発表しました。しかし、この制限に対して一部の利用者からは、セキュリティリスクは以前から存在していたのに、なぜ今になって制限するのか、と疑問の声が上がっています。多くの人がこの対策の背後にある真の目的について不安を感じています。一部の法律専門家は、預金の引き出しは預金者の基本的な権利であり、中国の法律によって守られていると指摘していますが、銀行が施行している現在の引き出し規制は、顧客にとって大きな障害となっています。これらの規制は、中国共産党政権の指示の下で施行されている可能性があり、地方政府が抱える巨額の債務の負担軽減策として、預金者から知られない形で資金を一時的に借りているのではないかという憶測も飛び交っています。実際に、2022年には、中国各地の農村銀行で顧客が預金を引き出せなくなるという問題が発生し、不正な融資や違法な取引が発覚しました。銀行の職員によれば、違法な資金運用が内部で行われており、預金が合法なものと違法なものが混在してしまったため、結果として引き出しが困難になっているとのことです。これらの銀行の問題が顕在化する中で、預金者たちは自分の資金を守るためにデモを行うなど抗議を続けていますが、銀行側はあくまでセキュリティや事前予約の必要性を主張しています。銀行業界の監督不備と違法な貸付問題。銀行のうつべ監督が不十分なため、違法な貸付が金融業界で広く知られた問題となっています。例えば、中国の巨匠農村商業銀行が運営する農村銀行は、複数回にわたり違法な貸付を行ってきました。また、他にも類似の隠された取引が存在する可能性が指摘されています。大都市の銀行もこのような不透明な取引の影響を受けており、預金者の資金が住宅購入者や資金を必要とする企業、さらには多額の負債を抱える政府機関に貸し付けられているのです。近年、不動産業界の不調、企業の経営難、そして不動産市場への影響が重なり、政府も財政危機に直面しています。その結果、銀行はこうした組織から資金を回収できない事態に陥っており、預金者が負担を強いられる大きな財務マトナー穴が生じました。このため、銀行からの引き出しが困難になっているのです。銀行自体が資金を使い果たしつつあることが、引き出し制限の原因とされています。中国の金融学者、夏江平氏は次のように述べています。経済が低迷する時期には、リスクが一斉に表面化する傾向があります。国営商業銀行、全国型商業銀行、そして農村金融システムなど、通常の金融機関でさえ不良資産の増加を経験することになるでしょう。これらの機関の背後にある問題は、経済の停滞期に表面化する可能性が高いのです。経済が好調な時には、豊富な資本がどのような活動でも収益を生むようにし、リスクを隠すことができましたが、経済の波が引いた今、脆弱な部分があらわになっています。特に、計画外の行動をとっていた組織がリスクをさらされるのです。欧州メーカーの危機に先鋭化する欧州、中国の対立 EV シフトはこのまま終わるのか？ EV シフトの鍵を握る中国と欧州。攻める中国に待ったをかける欧州昨今の電気自動車 EV、界隈のニュースを見ると中国 BYD の好調が目につく。
2024年10月末に発表された2024年第3四半期7から9月の売上高は前年同期比 24% 増の2010億元、約4兆3200億円と過去最高を記録。販売台数ですでに上回っていたテスラを売上でも抜いたことで話題になった。今最も勢いのあるメーカーと言っても過言ではないだろう。一方で心配なニュースも聞こえてくる。 EU の欧州委員会が中国製 EV に対して追加関税措置を発動し、中国政府がこれに反発しているのだ。欧州では EV シフトの戦略そのものを見直す動きも出ているだけに、中国と欧州の動きが今後の EV 市場に大きな影響を及ぼすことになりそうだ。両者のうち、まずは中国の現状から読み解いていきたい。群雄割拠と言われた中国 EV メーカーの今冒頭でも触れた中国の BYD は、深センで1995年に創業した。当初は携帯電話など民生品向けのバッテリーを手掛けており、2003年に自動車産業へ参入。2008年には自社ブランドのプラグインハイブリッド車 F3DM を発売した。その後も大手資本家の後押しなどを受けて多様なモビリティを手掛け、今や中国随一のメーカーとなっている。日本でも2023年に EV の販売を開始し、2024年10月には国内33店舗目のショールームをオープンした。自動車メーカーとしての BYD の歩みは、中国の新エネルギー車 NEV 推進の歴史に重なる。中国政府は自動車を主要産業の一つに据えており、2009年にスタートした十四路線量プロジェクト、毎年約10都市の公共交通部門に1000台の NEV を導入するというものを筆頭に、特に NEV の普及を促す施策を次々と打ち出してきた。もちろん、メーカーへの産業支援や充電インフラの整備などにも力を注ぎ、全方位で施策を推し進めている。その甲斐あって、近年の中国における NEV の普及は目覚ましく、今や世界販売の約6割を同国の国内市場が占めるに至っている。また対外的にもロシアや欧州への輸出を強化しており、さらなる拡販を目論んでいる。中国の EV メーカーでは、BYD や気づい汽車、ICAR、ヨシトシ汽車、ジークル、広州汽車、AION などの大手メーカーに加えて、理想汽車、リオートや古宝汽車、キペング・ブルライ汽車、NIO などの新興メーカーもよく知られるところ。最近ではスマートフォンメーカーの小ごめ、シャオミも EV を発売して話題を呼んでいる。影を落とす中国の景気後退、このように勢力を増す中国勢は、外部から見れば確かに脅威に映るが、実情はそう単純ではない。中国国内の EV 市場では BYD とテスラが圧倒的に強く、この2社を除けば、どこも経営的に厳しい状況なのだ。一番の要因は国内市場の低迷である。EV の新車販売数が伸び悩んで生産過剰となり、価格の下落が起きているのだ。市場には小型車からハイエンドの高級車まで多種多様なモデルが揃っているが、どのクラスでもこの傾向は変わらない。中国にとって EV シフトは国策だったわけだが、15年かけて掘り起こした都市の需要は一段落した。今後は新たな市場を開拓したいところだが、残るターゲットはあらゆるインフラ整備が遅れている農村部で、各社はここにテコ入れするかどうかの判断に迫られている。体力がないメーカーにとって、先行きが見えない市場で戦い続けるのは容易ではない。中国自動車メーカーの急速な外海進出には、こうした背景もあるのだ。EV シフトの現状をどう捉えるべきか。EU による上からの EV シフトとその本位相した中で、EU は追加関税措置を決めた。中国側からすれば容認し難い内容だろうが、欧州側にとってもこの問題は切実だ。遡ること9年の2015年、フォルクスワーゲンの排ガス不正問題、
いわゆるディーゼルゲートが発覚する。環境対応者としてクリーンディーゼルを PR している最中の出来事だけにインパクトは凄まじく、さらに疑惑は他の自動車メーカーにも飛び火していった。これを契機として、欧州ではエンジン車を排斥する流れができ始める。まずは2016年にノルウェーが今後10年でガソリン車、ディーゼル車の販売を禁止すると発表。翌年にはパリ協定の主催国だったフランスやイギリスなどもエンジン車の販売を規制する方針を表明した。2021年になると EU も2035年までにエンジン車の新車販売を禁止するという規制案を発表。この方針に適合するべく、各自動車メーカーも EV シフトと段階的なエンジンの販売停止を打ち出していったのは、ご存知の通りだ。しかし2023年、EU はこの方針を見直し、合成燃料である E フュエルを使うエンジン車については、販売を認めることを宣言する。自動車メーカーの間でも、ボルボやメルセデス、ベンツ、ゼネラルモーターズなどが EV 戦略の見直しを発表し、今日では EV シフトの潮目は変わりつつある。